久しぶりだな、龍馬。ああ、ご無沙汰じゃった。今日は八郎さんに頼みがあっての。この日本を変えるため、わしは今幕府の立て直しを考えちょる。八郎さんのような剣豪にも手伝ってほしいんじゃ。幕府の立て直しね。そいつはすごいな。少し考えさせてくれ。それはそうと、千葉の鬼小町殿がお前を待ちかねてたぞ。坂本様、いやだっか、お待ちしておりました。私と祝言をあげに戻ってきてくださったのですね。さな殿も久しぶりじゃの。すまんが、今のわしにそういうことを考える余裕はないんじゃ。おや、約束を反故にするおつもりですか。どうしても嫌だとおっしゃるのなら、私と勝負してください。わかったぜよ。じゃけんど、昔からおまんが相手じゃと、どうしても手加減してしまうじゃろう。こいつはわしと並ぶ腕を持ちょる。代わりに立ち会うぜよ。この方と納得はできませんが、それで約束を果たしてくださるなら私は構いません。さすが坂本様のご友人、大した自信をお持ちのようですね。面白いことになってきたが、部外者は引っ込んどくか。いざ勝負です。千葉周作が名千葉さな、参ります。すまんの、今回も助かったぜよ。よう、ご苦労さん。サナ殿と龍馬ならどっかへ走って行ったぜ。今は二人きりにしといてやれ。ところで、そもそもは俺に幕府の立て直しを手伝えって話だったよな。お前が勝ったら手を貸してやる。
遠慮するなよ。かかってこい。するだけはあるな。武士に二言はない。手伝ってやるよ。龍馬の連れにしちゃ礼儀正しいな。八郎、何かありましたか？サナと龍馬くんが飛び出していったようですが。あ、千葉先生、お騒がせしてすみません。こいつと少しやり合いまして。見ない顔ですね。事情を聞かせてもらえますか？おやおや、龍馬君にも困ったものです。いい加減に腹をくくってくれればよいものを。こいつは龍馬の連れです。幕府立て直しのために二人して腕の立つ剣士に声をかけて回ってるんだとか。実は俺もこいつに敗れてしまいまして、手を貸すことになりました。ほう、免許皆伝の八郎に勝つとは。せっかくですし、小谷道場にも行ってみてはいかがですか？師範の小谷殿は江戸で最も剣士に顔の広い御仁。きっと力になってくれると思います。ぜひまたうちにも顔を出してください。龍馬君の友人なら遠慮はいりませんよ。